脱豚民主党援助を拡大、立憲民主党の国会議員が絡み、捜査できず。週刊ポスト2022年8月5日、12日号によりますと、名古屋市の薬肉店の腰で行われた立憲民主党の会合の後に、トイレでいう台の方が放置されていた事件で、立憲民主党の参議院議員の斎藤義隆さんが参加しており、警察が 本格的な捜査をするまで時間をくれ。参戦線が終わるまで待ってくれ。などと店側に説明し、捜査をしなかったことが明らかになりました。選挙後に店側が確認したところ、警察は、選挙が終わったので捜査を再開する。介護の参加者に順次事情を聞くと説明しておりますが、警察側は選挙妨害になるなどと言い訳をしているようでございますが、 正当な捜査活動は選挙妨害にはなりません。この名前が出てしまった斎藤さん、参選の愛知選挙区において3番手で当選しており、この事件に絡んでいることが選挙前もしくは選挙中に分かっていれば落選していた可能性もございます。現在斎藤さんは取材に対して逃げ回っているようでございますが、まずは警察の捜査に 全面的に協力していただき、また、捜査が終わった時点で、集結した時点で、国民の皆様に対して説明責任を果たしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。